ゆうとです。ヘクです。質問コーナー はい、1個目ですね。まず今までクリアしたゲームの数と物の知らぬ女のネネネを知りたいです。イエスイエスイエス。わざとじゃないから。オッケー。はい。物知りしたもん、どう言って。あ、俺から言って。え、ごめん。ゼフ長よ。今までクリアしたゲームの数と物にした女の数知りたいです。そもそもの俺の滑舌悪いからな。うん、俺よりマシやろ。うん、いやそれお前の方がいい。で今までクリアしたゲームの数は、はい、俺10個ぐらい。俺も10個ぐらい。いつもファミコンばっかり。だいたいプレステ2でリメイクされてる。おう、物にした女の数ゼロ。知らん。お前3やろ。もっといるかもしれん。オッケー、5。適当。しかも俺が言うんじゃなくてお前が言ってるから。好きな洋楽歌ってください。動画の最後でやりましょう。おう、はい、即興漫才やってみて。はいどうもー。はいどうもー。ヘビです。イエイ。え、イエイイエイです。いやー、ゆい誰も呼んだことないよ、そのゆい。いや、イエイイエイやから。イエイイエイ。まあまあ、お願いします。多分一部の人しか分かってないから。うん、俺も分かってない。お前も分かってないよ、うん、だってゲーム実況見えへん。見えへん。ワイワイさんのバイオハザード2のね、実況見ていただければ分かります。ういうい。あ、え、すいません。で、何もうやめるん。マイザイマイザイ。まあ、もう春ですけどもね、はい、まだちょっと寒いですよね。暑いっすね。もう今はもうちょっと腕、袖まくってますもんね。あら、こいつはちょっとおかしいね。そんなことではないですけど、こいつはちょっと、いや、体温上がってるんで。動画撮ってテンション上がってるから。あべこべこべや。あ、ありがとうございました。やめてしまえ。で、2人で同棲する予定ありますか。あ、ゆうちさんは彼女とか。うん、うん、あるといえばある、ないといえばないぐらい、うん、そんな感じ。彼女とはできればする。続いたら、うん、来た、ロミオとジュリエット。あ、止めるの。止めるやろ。雰囲気出ない。お前ちょっと女の子っぽく言おう。え、もうオカマでもいいから。オカマなのって。それアンナもさんか。あの、ギリオカマでいいから。私もオカマなの。それ違うもん。それアンダーバーさん。それスーやから。スーはイケボやから。いや、ちょっとオカマでもいいから、オカマか、うん、女の子目指そう。早く。いいとこ、あなたの名前など捨ててしまって。あなたに関わる名前、名前の代わりにこの私の名前、あなたの名前にしてください。しますとも、お言葉通りに一言恋人と呼んでください。それが新しい命名となり、これからはもうゆいとではなくなります。二人とも関係ない、関係ない名前つけてるからな。うん、蛇は当然ながら、お前は男、蛇は当然ながら名前じゃないし。もっとさ、もっとなんか、なんかもう可愛い感じで言ってみてほしかった。えキモい。やろ、キモかわいいのレベルにね。キモい。ゆいと本名じゃないからね。うん、ここだけの情報、いや、ここだけの情報にする必要はないけど、うん、ゆいと本名じゃない。ゆうとさん、この前自己紹介の動画で映画の DVD があるみたいなことを言ってましたが、一番好きな映画とか教えてほしいです。うん、今は007のスペクターっていう映画が好きです。スカイフォールまでしか持ってないんですけどね。でれんでんでれん、お前それ、ターミネーターやな。シュワちゃん、あ、でも3は持ってるわ、ターミネーター。見たことないけど、はい。通学時間によく聞く曲知りたいです。うん、俺はね、言ったら学校にバレたらこれあかんからね。うん、先生、こんなしょうもない動画見えへん。よし、オッケー。うん、多分生徒が見てもこれは生徒同士の秘密に過ぎないから、うん、って言ったら聞くやつが出てくるのかな。そうやな。えっとね流すの忘れてた。ブリキのダンス、うん、これは変わらずで、あのスカイでやんないとっていう曲があって、ボカロの、うん、まあ、マイナーなんですけど、島爺さんが歌ってちょっと有名なの、うん、で、あとは最近出たヨルシカさんの、うん、だから僕は音楽をやめた、うん、これ聴いてます。僕は吉井和也、椎名林檎、宇多田ヒカル、斉藤和義、
を聴いてますっていう曲っていう人の曲を聴いてますっていういつか田中とか吉尾とか出てくるかもしれない。そんな曲がある。いや田中高橋山です。シュートリー様高橋山。ごめん。音楽なかったらもう今頃ちょっとすごい空気悪かったと思う。藤井さんが気になる映画ってありますか？ゆうとさんも気になります。今公開のやつでも昔のでも大丈夫です。だから時計仕掛けのオレンジとか言うても大丈夫やと思う。ハンニバルとかレッドドラゴンとか。え、いつ？いつのやつそれ？めっちゃ前、生まれる前かもしれない。ごめん、禁じられた。 そんなんで言うたら俺、ね、完全にネタやけど、あのラジオドラマの君の名はとか言うで、知ってる？それやったら俺もネタやけどスーパーマリオとか言うてみる。あんの？マリオの実写映画お前にある言うたことあるやんけ。あーなんかちょっとキモかったやつ。そうで、ガチで言うならシャザム。普通に答えるとしたら、あの中学の時に映画とか行く機会なかったから、中学の時に放映されとったね、あのオレンジとか一週間フレンズとか、ああいう系が行った時。中学の時一回だけ男子とね映画行ったことあって、進撃の巨人っていう実写映画なんやけど。巨人の実写？進撃の巨人の実写。あんま面白なかった。あ、そうな、今はもうその人とは話してもないし、 LINE も持ってないですけど。え？誰や？CM ともせ、OK 安倍さんですね。俺苦手そうやろ。あんま話してなかったやろ。あれ、あの最後の自転車好きの。そうそう、何がやねん。で、ここ最近歌った曲、覚えた曲、苦戦した曲は何ですか？感じ本行こう、お前。じゃあ、あの、理解して。分かった。今日変わってるからな。それ、歌った曲は、ワンダーランド、さっき流れてた曲と、覚えた曲は丸の内サディスティックと、苦戦した曲はバタフライですね。バロラ、僕の名前がヘビなのは、はい、昔ヘビ使い座でやってて、それが今ヘビになって、で、昔ヘビ使い座でやってた理由は88星座の中で一番でかいから、それでかいのになりたいっていう願望を込めて適当です。そうですか。好きな曲、スタートするなら好きな歌。好きな歌か。いや、やっぱり歌詞とかってなってくると、ブレッシングとか。ああ、いいね。あとさゆりさんのバースデーソング。いいと思う。知らんけど。二人でピースサイン歌って、これはもうなんか洋楽と一緒、次洋楽の次とかになってみる。で、こういうのはあれにしようか。あの別の動画、別動画で要望として捉えよう。オッケー。次、ヘビさんの彼女いつできますか？この間はできません。なんでそう思うんですか？男子校や。男子校やし、ネットとかに頼ってそう。確かにネットの ASMR は聞いてるよ。わかる？気持ち悪い。 ASMR はわかる。お前いつか視聴者と付き合ってさ。出会うことある？ツイッターとか始めたらさ、ツイッターファンの子とかとなんかイチャイチャしてそう。絶対寄ってけえへんで俺んとこ。そんなことないと思うな。多分知り合ったら2メートル離れて歩くと思うで。他の YouTuber の、挨拶真似してほしい。パオちゃんわかる？わかんない。ヒカキンは？ヒカキンか。ブンブン、はい、ディレイ。ブンブン、ハロー、ニコ動。ごめん、壊らしたな。YouTuber、水溜りボンドやな、やっぱ。それやったら。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日動画頑張ってみてみましょう。行きましょう。今日全部言えてないと思う。全部、ゼフショー、ほんまに。彼女のいいとこ5選。あ、考えとくの忘れてた。言え。いや、もうすぐ言えって言われたら無理やけど、3時間ぐらい考えたら言える。1個目1個目いや無理。別動画でやります。え、いや俺の恋愛もいつか語らなあかんねやろ、どうせ。オッケー。その時に語ればいい。でもそれ、これそれで使うの40秒ぐらいやろ。オッケー。だからそれまでにちゃんと考えとくから。オッケー。
初見です、あざっす。あざっす。ゆうとくんの声ドタイプなんだけど、ヘビさんの声も好き。あ、絶対うるさい。そんなこと言うなよ。謙遜、日本人やから謙遜してんの。絶対お前の声目当てで来てるやん、視聴者全員。ないと思うけど、ないどこがいいか分からん。どっちがかっこよくセリフ言えるか勝負してみてほしいです、うん、俺と一緒にパンケーキ食いに行かねえか、行かねえか、どちらがかっこよく言えるか勝負してみてください。行かねえよ、うん、とりあえずやれ。え先行。うん、じゃあどっちと行きたくなったかで勝負しよう。何それ、どっちと行きたくなったからで勝負しよう。何笑っとんねん。, 笑うことちゃうやろ。誰も行きたくらへんやろ。二人ともそんな声自信ないからな。だってパンケーキ食べることないもん。うん。甘そうってなるし。パンケーキってホットケーキのことやから。うん。どうせお前らクリーム乗ってるやつが好きなんやろ。あとフルーツ。あー CM 始まった。飛ばせー。フリー4分に CM があるから。オッケー。はい、どうぞ。俺と一緒にパンケーキ食いに行かねえか。俺と一緒にパンケーキ食いに行かねえか。はい、次。こんなこと言うたことない。ゲームの歌に弾いてください。今度練習してから。オッケー、別動画。いや、どうない、別動画多いな。女子の好きなところ嫌いな、好き、ほんまや。なんでもない。BGM に弾いてるやつ。いや、初めて聞いた曲やから。女子の好きなところと嫌いなところ教えて。女子の好きなところ、人によるやろ。髪をファサーってやるとこ好き。声も好き。今みたいな、おお綺麗みたいな。ああ、わかる、わかるやろ。うん、うん、嫌いなとこ言うたら俺もいっぱい出てくる。いや、まあ人によるけどな。そうやな、うん、人によるけど、限定して言うんやったら、うん、髪の毛、匂いとスタイルと気持ち悪い。まあ1個目は確実に気持ち悪くなるけども、うん、まあスタイルとか、スタイルとかもう決めたことないよ。どうでもいいもん。性格良かったらええもん。嫌いなところを教えてください。嫌いなところ、うん、ほとんど嫌い俺。まずうるさいやつ嫌い。まあそれは分かる。集団でおってもうみんなでご飯食べるようなやつ嫌い。中学の時覚えてなかったん。何よ、女子のグループってクラスに女子15人ちょっとおったやん、うん、全員同じところで食べてん。全員嫌いや。いや、俺らのクラスだけやったんかもしれんけど、うん、じゃあもう一人でこじんまりとしたところでなんかご飯食べ終わったら小説読んでるような人が好き。マジで言ってる、マジで言うてる。おったやんけそいつ。おったっけそいつ。がめちゃくちゃ嫌われとったやんけ。性格良かったら俺も好きになってたかもしれんよ。確かにそいつ性格悪かった。あ、うん、邪魔って言われたことある俺。あったな。うん、階段でさ、普通に結構サイドの方を歩いてるにもかかわらず邪魔って言われた。はてな、横通れ。嫌いなところ、いや俺はね、うん、やっぱりね、うん、男には分からん感覚やけど、うん、出かける前の化粧が分からん。あ、服の選ぶのに1時間かかって遅れたとか言われたらもうイライラするもん俺。うん、確かにそれを言われたらハテナってなる。いや、イライラというかもう待ち合わせ時間にはちゃんと来いってなる。俺もえって言うね。1時間遅れてたら俺もう帰るし。来へんのかなって。いや俺待ち合わせ場所によっては一人で遊んでるで。ゆうとさんはまだサッカーとメタルギア好きですか。好きです。やってないけど、うん、どっちもやってないけど。やめたんか。やめたんちゃうねん。サッカーはやる人いないねん。ああそうか。うん、あいつたまに誘われへんか、あいつから。あいつもだって LINE もしてへん。マジで、マジで。はい、次。お二人はスクールカーストでいうとどのくらいの立ち位置ですか。予想はゆうとくんがようで、ひざんが真面目な人気者です。おお、不正解。二人とも不正解。イエイイエイ。大不正解やん。大不正解やん。それバックナンバーやん。でー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 。よいしょ。正解は、見た目真面目で中身そうじゃない嫌われ者。僕は見た目陰キャで中身普通より下、中の下ぐらいよな。でした。おすすめゲームと、おすすめなゲームと曲教えてください。
どう？まあやっぱり初心者向けで言ったらそうやな、高橋名人の冒険島と魔界村とぐらいかな。ぶん殴るぞ完全にネタで言ったな。まあ魔界村は前に2周するだけでも分かるから。いやもうとっつきやすいやつで言ったらみたいな、とっつきやすいやつで言ったらワギャンランドみたいなあるやん。ワギャンランドあったな。 あれ後半めっちゃむずいやんでも大体シートリでバトルするやん。ボス戦がおもんのや。ボス戦が今までアクションゲームやってたのに突然しりとりで勝負し始める。しりとりで勝負だってしりとりがたまにあの絵になっててそれ選んで、うん、つくしかうんとかなんねんけどたまに変なのになるからな。そうそう、しがらき焼きじゃと思ってたぬきの絵描いてやって。なんだそりゃ、うん、で、うん、ギターかと思って選んだらクラシックギターとかあったしあと好きな曲、おすすめの曲って言ったら、うん、レルリリさんの、うん、秒針全開があるってやつ、あんまり世間に知られてないよね、うん、あ視聴回数は100万回ぐらいいってるけど。俺はおすすめなゲームはキングダムハーツと、とっつきやすいやつで言ったら俺が今実況してるアンチャーテッドシリーズは、あのどの作品から始めてもゲームの内容はほとんど同じやし、そうなの。インディ・ジョーンズ好きなら楽しめるキングダムハーツもディズニー好きなら楽しめる。魔界村は3周目から面白くなるからあのイライラする。みんな1周目で挫折すると思うよ。3周目のウッディピッグ自体は面白いから。で、好きなじゃあおすすめの曲は斉藤和義の歌うたいのバラッドっていう曲が好きですね。まあ、大切な人に歌うことをおすすめします。誰かで構わず歌ってるやつは多分なんかなんやろ信じられん信じられんというかなんか軽い感じがする。ああチャラ男みたいなチャラ男あんな歌歌わへんわ。気分上々とか歌ってそうやんそうじゃない。俺の雰囲気ちゃうわ。俺の偏見かもしれんけど、うんうん、お二人は下ネタとかあんま話さないんですか。思いっきり下ネタの話してみてほしいです。できる？お前できるか、はい、できる？やれあの、まあ友達に言ってめちゃくちゃウケた下ネタが一個あって言って。ね、うん、男3人で絡み合ってる状態で、うん、俺がいきなり、うん、ホモサンピエンスって叫んだ爆笑まではいかへんけど、お前にしては面白かったぞ。俺にしては面白い、うん、うん、ホモサピエンスと 3P とホモとかホモとかかかってる。俺からさ下ネタ言うことないやん。ない。暴行がやばいっていう時はあるけど、うん、それは下ネタのうちに入るんかな、うん、暴行がピンチっていう。あのまあテレビで流せるぐらいの下ネタやからいいやろ、うん、コンプラ引っからかからないぐらいの普通にお手洗い行ってくれていいけどな、うん、次。私のこと愛してくれてもええんやで。マジで冗談でーす、うん、ちゃんと質問しますね、はい、お二人の過去についていろいろ知りたいです。小学校時代はどんな子でしたか。どんな子やろ、お前記憶ないもんな。うん、小5小6は不真面目、うん、宿題1個も出さなかった俺1年から6年まで不真面目ほんで6年の時に、うん、何やったかな、1個なんか企業とかに、うん、あのその企業の資料とかを見て、うん、それについて調べて、うん、新聞みたいなの書いて、うん、提出したらそれで宿題 OK みたいなやつだったけど、うんうん、俺それやらんとそのままほっといて、うん、で6年の最後の時に、うん、卒業式前やけど、うん、あのそれの、うん、あの出した人の参加賞みたいなんで、うん、ペンかなんかみんなもらっとって、うんうん、俺だけもらってないペンかまあどうせペンやしな思って次初コメです。相方プレゼンしてください。プレゼンいいとこ言うんやろ。あー飛ばせー。 あー大丈夫だ。すいませんね、ヘビがうるさくしてそうじゃないと聞こえちゃうやんか。めっちゃ和風やん突如。ほんでプレゼンな、うん、目が2つついてんのよこいつそう、これほんまにそんなに
プラスメガネもついてるからな。そうや、うん、しかも腕も2つやつよ、これほら。お値段なんと何円くらいがいい？ん？ 2 円、うん、OK 2円、うん、2円でこのボディやで。足も2つついてる。おお、ええやん。足遅いけどな、普通に。そんな速くないで。 50m は7秒前半ぐらい。おお、普通か。普通前後。俺覚えてないわ、 50m なんて。25m も覚えてないの。それ水泳やんか。水泳や。誰が覚えてんねん、25m。 泳げたっけお前。え、泳げるよ。泳げるか。いや、中学の時水泳してなかったからって俺が泳げないとかそんな。普通に来てなかっただけやもんな。うん、コナミスポーツクラブ行ってたから。俺も行ってたから。うん、知ってる。俺行った時お前いたもんだって。おったっけ。おった。マジか。どうせ覚えてないよ、3年ぐらいの時。3年か、俺が水泳始めた時やんか。1年でやめました。そうなん。そうです。俺6年の終わりまでやってた。おお、やば。で、相方プレゼンか。お前がやらなあかんだろ。うん、俺もやったしね。と目2つついてる言うたし。鼻の穴2つついてる。おお、機能すごいな。息できるし。うん、あと手でかいな。手でかい。気持ち悪いわ、なんか。めっちゃでかいな。手でかい、うん、特に何にも使えることもない手。うん、スマホ片方なんかもう結構届くで、スマホ。どう。使えるやん。使えるやろ。ああ、自分しか使えへんけど。OK、 次。100均で自由にここだけ買うなら何を購入しますか、最後の質問。お菓子。俺は最後にバカが得でした。俺これDVD ケース、はい、ゲーム入ってる。なるほど。ワンピースのページがバッて出た。これ最後。うん、質問は最後。あとは洋楽を歌うのみ。はい、ということで質問は以上です。要望には答えます。ありがとうございました。はい。